ごめんなさい、これ、ね、何年モデル？2007年。ガスベゲ R750。おお。ノーマルマフラーで。うん。カチッとできるよ、これは。そのぐらい飛ぶよ。あ、いや、ごめんなさい、これはオーナーさん。あ、これ94です。GSF1200S になるんやね。僕、バンドとの1200乗ってるんだよね。一緒やね。変態です。変態ですよ。あと、僕、刀も乗ってますんでね。変態です。またうちの刀見に行くと来てくれる、はい、うちの刀はね、世界に8台で日本に2台しかないやつやから。何 cc のやつやね。1100。あ、1100の方で。フルカウルの刀なんですよ。あ、イカ頭あの、じゃなくてフルカウルの刀なんだよね。イタリア鈴木が作ったね。あ、全然見たことない。コロサ刀って、元レジェンドというバイクの本でね、ベスト3に選ばれてましたね。すごいですね。ビューエル、かっこいいなぁ。何年モデル？これね、ほぼ最終2009です。おぉ、めっちゃカスタムしてるやん。もう買ったばっかりなんですよ。あ、そうなんや、はい、おめでとう、デビュー。はい、ありがとうございます。うっす。2009年、なんちゅう、正式名は？XB12R ですね。マフラーどこなん？マフラー GPR っていうイタリアの。GPR 入ってあるわ。なんかね。そうです、挨拶するの忘れてる。気づけて帰ってね。あ、どうもありがとうございます。またお会いしましょう。ありがとうございます。よろしく。あ、いいよ、リーダー。ありがとうございます。今日はわざわざありがとうございます。これは何年モデル？これ14年の L4 です。前乗ってなかったんじゃ。いや、ま、前もマフラーは？マフラー吉村。あ、吉村か。後で音聞かせてな。はい、よろしくです。はい、ありがとうございます。これは、またよろしくお願いします。あ、お願いします。これは何年モデルですか？これは平成5年言ってました。あ、スペック3。マフラーは TRS やね。ああ、ねえ、ええー、音しますからね。いや、ありがとうございます。今日は一番乗りやね。はい、これは鈴木の、なんていうバイク？え、あ、川崎のエストリア。エストリア、ごめんごめん、はい、何年モデルこれ？2008かな。8年か。僕、これのが、元祖乗ってるネグロの SG の250っていうの乗ってるんやけど、これが、それの元のバイクなんや。また今度来たら見せるもん。あ、はい、ありがとうございます。ごめんなさいね。ありがとうございます。これは何ていうバイクですか？これヤマハの MT-09。 09、何年モデル？これは、ね、2016年モデル。あ、最新型やん。ちょっと一歩引いてもうた、ごめんごめんええやん、綺麗に乗ってはる。いや、ありがとうございます。あ、はい、すま、これは何ていうバイクですか？ ZRX 1200R の。はい。何年モデル？2006。どこのマフラー入ってんの？これは、R's ギア。 R's ギアか、ええ音なるやろな。あと聞かせてね。あ、いや、ありがとう、いつも。はい、これなんていうバイクですか？はい、ここはバルカン姉妹です。バルカン姉妹。バルカン兄弟です。バルカン兄弟。親子やな。あ、親子。これ何 cc のやつ？これ400。てか、これドリフターってやつ？そう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 、確か。はい、何年モデル？これ2002年やったかな。こっちは何年モデル？2001年宇宙の旅。ちょっと古いな、ネタが。全然別の絵見えるで。綺麗で。綺麗な。うん、めっちゃ綺麗にしてるね。うん、綺麗してるね。性格が出てると思う。うん、またお会いしましょう。気をつけて。そのままでいいよ。よろしく。気をつけてね。はい。気をつけて。いい。そうかそうか、もう。ビジュアル的に耐える。もう出る体勢で。うん。気をつけてね。うん。できました。よかったね。お昼がっつり。がっつり。もう忘れよう。
てしまうから、これ言ったらね。はい、笑い。あと2台、あと1台、オッケー。